オバモフ、モッサンとカズヤンです。本日もよろしくお願いします。今日はエルデンリングお休みで、イースワンツやっていきます。よろしくお願いします。バーイ・ハドソン、EC エンジンミニです。コンティニューいけるかな？いけるね。よし。今日はダーンの10日です。とりあえず、ファーストでいこう。よし。ひとまず大丈夫かな。てんるるる。いやー、いきなりこんなに行くとこはもう、そっか。いやー、相変わらずこれか。こっちは正解ルート。こっちも正解ルート。うわー、どっち行けばいいか分かんねえな。適当に行ってみるか、とりあえず。といきなりよくわかんねえわ。よし。よし、よし。わあ、敵復活早えな、おい。くそ。もう、アイテム使わせてよ。なんでこんなに復活してんだよ。てん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 。いやー、怖いけどやってみるか。あー、やっぱあったよ。おー、なんかいる。いきなり。ドギか？見たことのない顔だな。お前に構ってる暇はないんだ。大事な偶像をなくして大変なんだ。おう、偶像を持ってこいと。じゃあ、マスクオバーエンで、すぐ切り替えるの。
いるな、相変わらず。いや、いて、半分近く減ってんじゃねえか。ふざけんなよ。てってって。いやー、当分的こいつなのか。おっと、宝が湧いてんの。空いてるって。さあこっち行くとどうなるんだ。これループしてる感じかな。塔だから。次にと。やべえなぁ、すでに迷子だわ。すでに迷子だわ。日多すぎだよ。これ何回とか表示されるんだっけ？ね。ああ、もう6回に来てるわ。早すぎだろ。ちょっと待って。1回戻るか。6回で。これセーブしねえとわかんねえのか。すみません、一回戻ります。うん、やっぱり。ここはループしてるだけだ。こっちは最初のとこかな。綺麗。お、宝箱。うわ、敵もいるな。3発で死ぬじゃねえかよ。もうレベル上がった。やべやべ、危ねえ。よし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 。お、宝3つある。ヒールポーションだ。はい、ありがとうございます。こんばんは、つまりゆひろです。こんばんは、今日もありがとうございます。ミラーか。これは持ってる。お、新しいリング。
新しいリングは効果はわかんない。うおーマジかよ、あぶねえ。そうっすね。懐かしいっす。あぶねえ、今、死にそうだった。あれ、どうやってヒットポイント食らわねえようにするんだっけな。なんか、別のアイテム装備するんだっけな。よし、よし。あと行ってないの一箇所かな。ここが最初で、こっち行ってないです。あら？牢屋？いやー、ここ後で来んのかな。また装備してみるか、これ。変わんねえの。まあ、ここは後回し。登りますか。あれ？こっちで合ってたっけ？こっちじゃねえな。いや、油断するとすぐ死ぬんで、セーブしとかねえとな。敵のヒットポイントが圧倒的に高い。倍近くってあるし。やぶねえ。もう。宝箱のとこだ。ああ、ここに行くんだよね。で、こっちは行ったんだっけ。ああ、これ、一緒か。あ、でも違うの来る場所。あら？いや、宝箱開いてんじゃん。
れこれ空いてんのなんかあるんだったっけ。もう全然わかんねえな。いやぱっと見ねえよな。あ、うん、お柱が壊れてる。感じ。気がつくとそこは牢屋の中だった。アドラは自分の荷物を確認したターンを驚きの声を上げた。持ち物がいつかなくなっているのだ。マジか。あー装備が弱くなってる。これ買っといてよかった。さっき言ったとこだよ。もう一回あそこに行けってこと。どうやって出るんだ。おきゃ。お、この効率はまさか。おかえりの、助けに来てやったぜ。あ、来た、やっぱドギーだ。俺はドギーって言うんだ。ここは何が起こってもおかしくないところだ。いつも気につけてるけど。この塔にラーバという老人がいる。あって塔についてきてといい。ついでに悪いんだが、これをラーバに届けてほしいんだ。なくして困ってたから。奥に座ってる人も早く逃げろよ。おー、グーゴーは。あー、これでさっきのとこ持ってくんだね。懐かしいです、バルー。懐かしいですよね。多分、もう30年以上前とかですよね。思い見つからないように隙を見て逃げます。ですね、W。PC88 時代はやったことないんですけど、この PC エンジンで出た頃のやつは、これ、まあこれですね。これは結構やった記憶があって、まあ今回できるってことで、もうテンション上がってますね。よし。ああ、ここに来るんだ。なるほどね。え？まだいる。うん、とりあえずラーバンのとこに行けっと。ザナグもサーフも全部やりましたすごいっすね。やり込んでますね。あー、ドラスレコーとか結構思い出ありますね。ザナグだと相当前じゃないですか。
ドラスレもやりました W。 いやドラスレは面白かったですね。 BGM も良かったです。ここでマスコバイズ、もちろんじゃないか、ありがとう。ネックレスを身につけておくがいい。邪悪な力からお前を守ってくれるだろう。私の名はラーバ、覚えておいてくれ。来たー、ブルーネックレス。これさっきのところで使う感じかな。ってことは、装備しといた方がいいのかな。いや、早速これだけ。うおおわもうこれがあるかやん。ああ、セーブしてねえよ。もうエリアチェンジした途端に殺されるっていう。いや、ここに来るまでもあったんですよ、これ。もうほんとこまめにセーブしないとダメっすね。この手のゲームあるある WWW。うん。あぶねえ。マジここ強えよ。いやー、一回ずつセーブしていくか。まあ、とりあえず強い敵がいるとこは要注意ですね。狭い通路は秒で抜けますね W。 そうですね。あの一歩ずれができないんで。あれ？こっちあったっけ？なんかこっちじゃねえ気がすんな。こっちは宝箱があって、みたいな感じだった気がするけど。ああ、そうだよね。倒していくか。あぶね。そっか、装備も弱くなってんのか。そうだね。これを取り戻すのが必要なのか。PC
とはいえ、復刻してくれるのは嬉しいものですね。そうですね。ちなみにこれ、Amazon で半額セールやってた時に、ちょうど買いました、ね。で、結構安かった気がします。まあ結構安いって言っても5000円ぐらいはしたような気がするけど。うん、あ、やってました W。 もう狙い時っすよね、半額セール。しかも PC エンジンミニは Amazon しか売ってなかった気がするな。なんか通販限定とかだった気がする。確かにそうかもですね。まあ、いろいろスーファミミニだとかあの辺も手をつけたいと思ってんですけどね。今んとこ一番思い入れがあるのが PC エンジンなんで、一番最初にこれを買いました。わかります。 W。 あぶねあぶね。PC エンジンの方は当時、小さいカーブでできたのが結構画期的でしたよ、ね。まあゲームボーイも小さい。ゲームが喋った衝撃今でも忘れません。そうですね。そうですね。ボイスはこれが最初です。あれですよね。後ろに CD ロムつけてやるやつ。スーパー CD ロムなんか。やりました W。 これがそうですよね、まさにスーパー CD ロム。あとは入ってんの天外魔境とか、まあロープレイとかもあります。あとは悪魔城ドラキュラとかも入ってます。良いですよね、W。 うん、そうですね。あ、やべえ、ごめんね。やべえ、やべえ。てか、装備してると弱くなるんだ。いやー弱いよ装備。きついなーここ。ソフトだけなら今でも天外2とか持ってます。あーすごいですね。もう実家に行けばあんのかなーって。多分ね、親が捨てた可能性があるんですよね、昔のソフト。あったら持ってきたいんですけどね、今の家に。捨てた涙。そうなんですよ。
とは、セガサターンとか思ったんですけどね。多分あの辺もねえんだろうな、今。まあもちろんプレステもあったけど。プレステ、スーファミ。ああ、まあ多分全部ねえんだろうな、今。多分スーファミとかは兄貴とかが持ってってそうサターンニュース W。だな。サターンニュース、懐かしいですね。どうすりゃいいんだ？あっちか、右に行くのか。いやー、これ装備取るまでこいつ無視した方がいいかな。めちゃくちゃ強いな。があるわけでもねえし。しかない。天外魔境が好きでセガサターンとかやったりしたんですけど、なんか、PCFX だけは高すぎて買えませんでした。ああ、やべえ、やっちゃった。ああ、やっちゃった。PCFX ありましたね、W。PCFX とかドリームキャストとかもすぐ終わった気が、確か買わなかった気がしますね。ドリームキャスト買った人相当切ないです。ほとんど出てないですもんね、そうすると。おお、2発食らったら死ぬのか、そりゃ。は時代を先取りしすぎてましたね、W。結局最終的に撤退しちゃいましたから。ですね、W。まあでも、ソニーが強すぎたんじゃないですかね。結局は。PCMX って NEC とか NSC だった気がすんな。もうあれしか出してなかったし。カモですね。結局みんなプレステの方に走っちゃいました。これ装備。セガってすごいはずなんですけどね、W。そうですね。いや、ゲーム自体面白いの結構ありますよ、やっぱり。当時だと、あれ、ソニックとかはセガでしたっけ？
代表作といえば。アレックス・キートもペガルス W。なるほどなるほど。こっち赤いだ。もうドギーだ。ようまたあったの、俺だよ、ドギーだ。ガジワトバってばあさんが聞いた話なんだな。ロットとかいうものがこの塔のどっかにあって、それなしには塔の鏡へ入れないそうだ。塔の鏡ね。うん。出た、これこれっすよね。出た W。 もう突っ込んだら死にますね。うわー、しかも復活してるし最悪。マジかよこれ。あいよ。これ倒したらすぐ行かねえとダメだな。ダメだ、これ無理だわ。ちょっとやめとこう、ここは。ループしすぎだよ、敵が。確実に今行ったら死ぬわ。おいよ。ああ、宝があんのか、あそこ。うわぁ、気になるなぁ。セーブしていくか。やるんだろ、パワーリングで。いけっ、よし。お、来た。てか、来たっていうか、戻ってきただけかよ。これバラで、あるのか。結構めんどくさいな、取り返すの。いや、もうここから脱出しよう、とりあえず。ああやめて。危ねえ。ちょっと待って。回復、回復。よし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 、あぶね。オーダブル。いや、生きてますよ。よし、どうしよっかな。前の階の階段も気になるけど、あー、そっか、こっちは行き止まりだからいいのか。戻って。どこだっけ？ここだね。よし。ああ、ここも階段二つか。近い方から行くか。あ、近い。確か、ここの塔めちゃくちゃ広かった気がすんだよな。なんで、スカイツリーと比較したんですけど。
まだ前半の前半だと思うんだ。こっちか。いやー、宝箱、来た。来たー、宝箱。できねえのか。うわ、いるねー。うわ、いるねー。うわ、もうマジかよ、ここ通りたくねえなー。ルーロダブル。やっぱり死んだ。あれ？ここどこだ？ああ、ここか。よかったよかった。いやー、マジでここまで死ぬゲームだった。よし。市松通路は瞬殺確定 WW。 ほんとっすしっかり回復していきましょう。パワーに戻せて。おお、来た、盾。ありがとう。鎧が先。うおおいや、今のは、ひでえ。あぶね。セーブしといてよかったよ。こっからか。あれどうやって抜けんだろうな。ちょっと待って、まず。回復してセーブですね。で、セーブして。よーし、行くぞ。無理だよ、ここ。なんだよ。だろうこれ。ねねね。これ後ろから取れねえのかな。取れねえよな。ふう。あの兵士がいるのがすげえ邪魔くせ。もう、運だよ、運。惜しい。下行ってすぐ右。完全に運ゲーですね、これ。さっきと違うもん。盾装備してみるか。ダメだー。装備させてくんねー。くそ。LJ リングよ、すみ、www。どうしようもできないですもんでしょ。あの、スキル、プレイヤースキルが関係するとか、そういう問題じゃないですな、これ。よし。うわ、なんか復活してるよ。オッケー。セーブ。
イースは運が試される W。 OW 運に勝ったね。やってることは体当たりするだけっていう単純なゲームなんですけど。あれ？こっちでいいのかな？あと一つ行くとこ？あれですかね？ CG ロムのロードが走った感じなんですか？そこまで再現しなくてもいい。そこまで再現しなくていいと思うんですけど。やべえ、もう完全に道がわかんねえ。せめてもうちょい分かりやすくしてほしいよな。色分けとかね。いやー、前の回の逃してる方先行った方がいいのかな。こっちは行き止まりか。こっちだっけ。一緒だな。あとはこっちか。うわ、いやー、こっちはまだ行かねえ方がいいよな。先に鎧を回収した方が良さそう。こっち行ってみるか。ああ、こっちも一緒か。じゃあ、戻るか。ロードが走る。どこだったっけな、この前の回かな。で、こっちか。こっちだ。うわ、ボスじゃん。マジか。うわ、結果な。これ盾を掃除して、一回セーブして、よし、ゴー。いやー、いけっかな、俺。負けてるじゃねえか。
やー、こっちのレベルが低いかな、圧倒的に。何回かやります。あれ、W。大抵このゲームってゴリ押しでいけるんですよ。レベルがちゃんといってる。これ、あつきあつさんにレベル不足っす。暗いすぎだし、マジで。いやー、ちょっとここは後回しにしましょう。どうしよっか。とりあえず行けるとこまで行ってみますか。先に。あれ、こっちだね。僕がいるのは8階。もうちょいレベルも上がりそうだな。ただ問題は10回以降は敵が強くなってる可能性も。こっちから行くか。ダンジョンが深かった覚えが。そうっすよね。あれ、またいる。ルタジンマです。アキラバという老人から女の子が一人連れてこられたと聞きました。放っておけばきっと殺されています。助けてやってください。オッケー。そんだっか。まあ、イース1の目玉はここですからね。ですね。レベル上がった。レベル上がっても減る量は変わらない。ああ、ってこと、鎧が多分あのボス倒した後にゲットですよね。きついな、鎧なしであいつ倒すの。マジか、いけねえのかな、まだ。あれ試してみますか、これ。ダメか、ダメだ。ヤバダブリュー。あれ、ここエビルリング行けるんだな。
どこやって減ってた気がするけど。この辺が影響してるのか。これか、これか。違うの。いやー、多分まだ行けないかな、ここは。だよな。ダメっすね。じゃあ、あいつ倒すしかねえの？カマキリさんと遊ぶしかないですね、ダブル。とりあえずあと1上げたら行ってみますか。うわぁ油断すると死ぬ。よし。よし。よし。あと2匹。よし。OK。よし、じゃあ行くか、カマキリ。いやー、ショートカットとか一切ないんでめんどくさいっすね。歩いて戻るしかない。そうっすね。うん、てか、レトロゲームはほとんどそうか。どっちだ？こっちか、ボス。いやー、いけんのかな？まだ無理な気がすんだけど。とりあえず作戦としては、スピードを戻して、攻撃。これでいくしかねえの。多分レベル足らないですよね、W。 どうかな。いい感じっすよ。おお、しよしよしよし。言うてレベルゲーなんです。ああ、きつ。
結構油断すると死ぬわ。うわぁ。ヤバダブル。あぶねえ。あぶねえ。いきゃあ、惜しい。惜しか。いやー、もうきっちり斜めじゃねえとダメなのか。惜しいダブル。マジかよ。まあ、レベルは足りてないですね。集中力がガタガタガタする。いやー、あの鎌がランダムに飛ぶんできついっすよ。パターン化されてないんです。いやー、なんか死のう。前半うまくいったら頑張ろう。おかしいよ、減り方が。マジで。待ってください。もうさ、もう直前でセーブしよう。よしよしよし、いけ。よしよし。あの、釜を置く。釜が3個出る前に出してさせますか。それか、釜をおびき寄せて。いやー、ラッシュは無理っすね。カマをおびき寄せて。意外ですね、ダブル。いやー、惜しいんだよな、でも惜しいんですよ。まあ、言うて最初のボスも結構苦戦しましたから。うん、確かに最初のあれは大事です。よしよし。ハマがまるで生き物みたいに WW。あ、これランダムかと思えば地味にこっちに近づいてきたりする。あぶねえ。あー、惜しい。くそ。くそー。いい勝負ですね。あー、惜しい。ダブル。けっ、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 けっ。よし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 、落ち着いていこう。やめてよ。もう閉じ込められんのきついな。
集中力ならガガッタダブル。いや、集中力持たないっすね。いやよし、いけよーし、来たよーしやったー OW いやなごい。見事です、W。ありがとうございます。いやー、エルデンリングと同じぐらい嬉しいな、あれは。ミサのショートハンマー。ハンマーは、壁を壊すとかそういうタイプかな。まあ。使えないね。どうすんだろう。結局あそこどうやって通るかだよな。ハンマーで壊せる場所を探せってことか。こういうとこは普通に壊れればいいんだよ。レベル上がりそうなんで開けちゃおっか。いや、全然経験値くんねえぞ。10は来るのか。気になってんのはここですね。なかったっけ、壊れてる方って。反対側かな。ノーヒントだな。よし。
うわぁ、ノーヒントきついなぁ。ここいけるようになってるとかねえのかなぁ。いろいろ試してみるか。ダメ。はい、ダメ。いや、わかんねえな、ちょっと待って。はい、セーブして。お、いけた。いけた。マジか。おお。魔物に捕まえ、こんなところで閉じ込められてしまった。廊下で奏でられる悪魔の曲は、この風から作られている。この階の回廊の柱の一本が風を送る。ほうほうほう、これをハンマーで壊せと。柱なんだったっけ、ねえな。いや、やっぱそうするとあれだよな、やっぱ。渡り廊下のとこだよな。いや、ハンマーの使い方もわかんねえんだって。こっちだよな、あるとしたら。よくこんなの小学校だか中学の時にトイさんって思うよ、マジで。わかんねえぞ。待って。音声して、もう一回話聞いてみるか。今回の回廊の柱の一本が風を送る。って、それさえから、そうだよ。
ハンマーで壊すんじゃねえのか。どこが壊すとこ？マジで、なんかメッセージとか出てくれよ。ハンマーってこんな分かりづらかったっけなぁ。この中から行くとか？W 柱を壊せって言ってるんですけど、どの柱？
いや、ひげが生えてるとか、そういう類でもねえしな。本当にこの回で合ってんの？回の回路11回だもんな。さっきんとこしか考えらんねんだよ。特になんもない。なんか別に逃してることはあんのかな。これか？なんかヒーって音が鳴ってんな。ああ、これが使ってる音かもしれない。相当連打しないとならないんですけど。言って。いやあ、わかんねえ。これを向こうでやってみるか。なるほど。2ボタン連打でいけますか。いや、これはわかんねえわ。これ連打しないとピキってならないんですよね。
あ、おしっぱでいけんだ。おしっぱでなりますね。これはわかんねえわ。よし、とりあえずこれで戻ってみましょう。まさかの連打 WW。 うん。今までアイテムとかって、その特定の場所行くとメッセージが現れて使った感じだったんですよ。ただ今回に関してはボタン押さないと無理っていう。それはわからねえわ。これでヒットポイント減らないはず。ああ、来た！オッケー。あれ、もういねえし。用済みかい。じゃあ、これにして。あれ、敵がいないな、全然。よし。お？またすごいとこ来たなぁ。あー、これが例の鏡か。これ、ロッドが必要ってやつかな。ロッドはどこにあんだ？別の階で。お、いる。さっきありがとう。おかげで自由になれたよ。16階の渡り廊下の先にラゾの塔が続いている。女の子が一人連れた。ラゾの塔なんてあんの？さあ。ラゾの塔は強力な呪いに守られていて、邪悪の証を身につけても、開けることができないのが剣士の彼女を助けてやった。うん、いるし、なんかそれ、とりあえず16回を目指すと。まあ、でもなんだかんだ14回にいるわ、今。うわあ、ボスだよ、マジか。いやあ、やりたくねえな。よし、行くか。どうしよう、いや、全然いけんじゃん。弱っ。なんだ、この差は。行けるときはすんなり行くんですね。わあ、ロットね。カマキリの肩が強かったW。 あれの圧倒的に強いですね。ジェンマの師匠。で、あれ、鏡のところ行けってことか。
おお、来た、急に来たよ。ワープした瞬間にいるの、ほんとやめてほしいよ。結構大変だぞ、地味に。どっちから来たのこれ。じゃあ合ってんのか。帰ってきた方。もうほぼ確実に食らうじゃねえか。いやあ。あら、これ最初のとこだ。こっち行ってみるか。迷路だな、しかし。お、宝がある。あそこどうやって行くんだ？お、行ってた。よしよし。なんだ？わあ、来た、鎧帰ってきた。嬉しい。よし、これで最強だな。多分、あと一枠あるってことは、装備がそれぞれあと一つあるんだ。最強装備が。これ次の回か。行っちゃっていいのかな。あれ？これさっきのとこだな。違うわ。ここじゃねえよ。いやー、このゲーム、マップが欲しいよ、ほんとに。うわ、来た。もう。鎧装備してもあんだけ食らうの。こっちじゃなくて、こっちの、こっちか。正解ルートか。ない。あれ？またここに来た。ああ、これループするだけか。
で、行き止まり。戻るんだよね。もうレベルアップ、こっちか。で、そこが正解ルートかな。いや違うなぁ、ここに来んのか。うわ、あ、そこの、この右のところが正解か。なるほど。OK。どっちだったっけ。こっちで。あ、こっちやね。こっちやね。下行って、あれ違うな。しょうもないとこで迷ってんだ。お、こういうことか。なるほど。14回か15回。こっちは階段。お、来た。おー、来たー、最強の盾。ああ、これは嬉しい。結局何もないディフェンス役なの。わあ、結構上がるな。8上がる。オッケー。お、新規の敵が出てきた。いけるね。
ああ、もう一つの音。こっちも広いんかな。敵が足早い。めっちゃ足早いな、こいつら。ああ、間違えた装備するやつ。まあ、いっか。足遅くなるか。うわ、怖えな。もう、マジ怖え、ここ。やべやべやべ。何、開かねえのかよ、しかも。明らかに半キャラずらし、しにくい W。 いや、むずいっすね。いや、こういうとこぞスローでやるべきなんだけど。まあ、この PC エンジンのコントローラーに慣れてないっていうのが未だに。よし。OK。で、鍵は、この辺ので開かねえのか？いやー、もうこの辺の全然違うもんな。昔のやつだもんな。とりあえず、じゃあ行ってないところに先行くか。痛い。いやー、もっさん、マジ元気だな、今日。こっちかな、行ってねえの。やべ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 、ここはやばい。www あ、細いとこに2匹いるとか無理なんだけど。これを装備してセーブして、行きます、通路 W。 突っ込むしかないですからね。いや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 、行き過ぎだから。何、ここ行けんのかよ。しかも後ろからも来るとかカオスです。ここきつすぎだな、マジで。どうやって行けっつんだよな。
よし。して、セーブして、セーブして死ぬ。こう、回復しねえと、回復よし、敵がいねえ。いやー、こう戻るのも一苦労ですよ。ここ。来たのはいいけど。よし。なんだ。ヒールポーション。長っ。結構登ってきてる気がすんな。中盤ぐらいまで行きました。18回。何回まであるかわかんないけど。ヒットポイントゲージが全然溜まってないので、まだまだありますよね。敵弱いの。いやー、こっち先行くか。19回まで来たぞ。また怪しいとこ発見。おお、そういうこと？マジかよ。おいきなりいるしよ、もう。これは、これでいいのかな？いやー、来た来た来た。最強の鎧。で、これ敵になる可能性もあるからね。ならねえか。よかった。じゃあ、装備して。いいですね、これ。最強の装備になるってことです。もう完全に終盤に近づいてる感じがする。ただ、さっきの塔で女の子を助けないといけないっていうのがあるんだけど、どうすりゃいいんだろうね。とりあえず、もう一つの階段に行きましょう。こっちかな？よし。
セーブ、20回。ついに20回だ。お？おお！マジかよ！ふざけんなよ、あれ！いや、あれはひどすぎだろ、マジで。どうすか？とりあえず。あんなもん、初見殺しですよ、完全に。突っ込むしかねえな、これ。どうすか、永久に出てくるし。いやー、地味に痛い。こうかな。さて、なんだ。ほわー、来たー、最強の剣。さて、ステータス、STR110。うわぁ、18上がる。いいね。レベル31。なんか知らない間に金がマックスになってました。もうこのゲームの金の価値が全くなさすぎるだろう。何回？ 21 回。わー、鏡の部屋だ。いやー、広いなー、今回も。いやー、広いなー。ほんま、あー、まあいいや。あれ？これさっきんとこ？ループしただけ？ぽいなぁ。じゃあ次はこっちに行こう。わぁ、ボス部屋がある。マジか。いやいや、おかしいだろ、危ねえ。マジ、おかしいよ。このゲーム止まってたら負けです。止まったら負け。フォアダブリュー。すごいこれ。ワープで先が見えないから余計怖い。おお、来たね、ボス。たくねえ。いくか。スローになってた。こうでしょ？セーブ。いくか。ちょっと待って、なにこれ。やばいな、このレベル不足感が出てるな。これと戻れる感じ。www。ここでセーブしとこう。いやー、これ倒せるかな？赤い方狙ってきゃいいのかな？じゃあ当たんないっすもんね。赤い方狙えと。
ああ、もう入れ替わんのやめて。いやー、これはむずいぞ。なんで当たってねえんだよ。ダメとこ、確実にレベル不足っすね。いやー、もう一回だけやるか。もう常にレベル上げを求めてくる。いや、じゃあ、ここをぐるっと回りながらレベル上げ。秒で解ける W。 うん。あれ、ちょっと待って。ああ、そっか。こっちから戻れってことか。で、ああ、最初のとこね。なんか宝箱一個ねえかな。いやー広いねここ。あ、ここ戻りか。ここ戻りだ。よし。うわ、次9000かよ。のレベル上げがしんどくなってくんな。経験値30くれんのか。こっちは行ってない。なんかありそう。あれ？なんだよ、ループするだけかよ。ああいう怪しいとこは宝箱あってくれてもいいんだけど。いや、でもここの雑魚とかもう一発で倒せるんですよ。なにあのボスあんな強いの。おかしいよ。エルデンリングと一緒だよこれ。あれこれさっきどっち行ったっけな。うーおうーおはいはい。この辺でセーブしといた方がよさそう。追打ち WW。うわぁ、もう。止まったら負け。止まったら負け。よし。いやーこれあと1上げねえとダメな気がするけどね。いくか。もうこの当たんねえのやめてほしいな。最初ちょっと時間が待たないとダメなのかな。あ、でもいい感じじゃん。あー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 、半分いったな、でも。最初ちょっと待った方が良さそうっす。なぜか当たんないんで。よし。よし。よし。いたいたいた。いや。きつ。いや。
欲しいなぁ。SW。まだあの弾を避けるのほぼ不可能です。くっそいけそうでいけない。弾の数減ってんじゃん。これいけんじゃね。よーし来た。よし。よかった。レベルも上がった。次のレベルもすぐ上がる。いいね。あれ？あ、次の階段？か。いや、意外にこのゲームボス多いな。またボス？マジかよ。何？何か強い力で封じられている。なんだこれ。いやいやいや、何これ。考えられるとしたらボスを全部倒しきれてないのかもしれない。多分ボスが全部で6体もしくは7体いる。ずっと今何体ボス倒したか覚えてねえんだよ。そしてやっぱあの、さっきの塔行かないとダメなのかなぁ。ないよ、目星の。これぐらいしか。ダメか。死にはしない。うん、ダメっぽいね。ああ、ありがとうございます。お疲れ様です。楽しかったですW。 いや、よかったです、そう言ってもらえると。おやすみなさーい。あー、もう結構な時間だね。じゃあ戻って終わりにするかな。
どうすこっちじゃない、動画にするか。いや、これ終わりにしよう。ではまたどっかでいいそう、継続していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。